はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、自宅化動画を配信していきます。この動画でね、白血病が患ってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、先日の通院の内科の、報告動画でございます。まあ、結果から言いますとですね、内科はですね、免疫抑制剤は今のところの分量で据え置きになってしまいました。まあ、その理由がですね、去年の10月にですね、免疫抑制剤の分量を減らしてからまだ3ヶ月しか経ってないからみたいなんですよ。今まではだいたいね、その1ヶ月半の周期で通院してて、で免疫抑制剤が減るのに4ヶ月半やったので、でまあ3回通院して何もなければ分量が減ってました。でこれまで4ヶ月以上で何も症状が出なかったら、まあ、減っていたんですけども、今回は4ヶ月に満たなかったので、そのままの分量でいくようになったんですわ。なのでね、先生もね、まあ、次回までは何もなかったら減らしましょうと言ってましたので、まあ、頑張ってね、症状が出ないように気をつけていきます。まあ、と言いたいところなんですけどもね、こればっかりはね、自分で気をつけてても、体が勝手に反応することなんで、まあ、いつね、症状が出てくるかわかりませんし、まあ、今でもね、こうやっぱ目に出てますしね、まあ、これがまた悪化したら、まあ、次回も減らすどころかね、増える可能性だってあります。でそれにね、今のこのね、1月からまあ2月末ぐらいまでね、まあ、この寒い時期っていうのは僕はね、毎年いつもね、下痢が多いん でこれで腸が痛んで、まあ、そこからね悪化することもあります。しかも先日ね、うちのトイレの便座のね、温度調節機能がね壊れてしまってね、今めっちゃ冷たいんですわ。もうこの時期のねトイレって寒いですしね、まあ、ずっとね電気ストーブをつけてっぱなしにしとけばまああったかいんですけども、まあ、トイレに入ってる時間を考えるとですね、もったいないので、まあ、早くホームセンターでね新しい便座を買わなあかんというね、まあ、この時期ならではのね悩みですわ。まあ、話は染めましたけどね、まあ、何がきっかけで骨髄移植のね GVHD に、ね、なるか分かりませんのでね、こう自分ではどうすることもできませんので、もう神様にね祈るしかありません。ほんで次は皆さんも気になっているか分かりませんけども、血液検査の結果ですわ。LDL コレステロール、中性脂肪、総コレステロールのね数値が、まあ、前回はこうストレスの爆撃でねガーンと高騰してしまったんですけども、今回はねその欲望に耐えてね我慢してね頑張りました。その結果ですね、全てにおいて脂質系の数値はね下がってました。いやー素晴らしい。で大体ね、この LDL コレステロール、中性脂肪、総コレステロールというのはですね、まあ、以前から動画でもお伝えしている通りですね、この3つは体の栄養を取り込むためなどにこう活躍する酵素の燃料になることもありますので、多少はね、基準値を超えててもいいんですけども、僕は10月の検査からね、11月の検査までのね、1ヶ月半で、それぞれね、すべてね、40もね、ガツンとこう増えてしまっててね、もう基準値をね、バーンとこうもう大幅にオーバーしてたんですよ。で、その時は自分でもまあ確信してたんでね、まあ、基準値を超えてることはまあ理解できたんですけども、さすがに先生からもねボロクソ言われてましたね。でもね、今回の頑張った結果でね、40増えたところが50減らしてやりましたので、基準値をねクリアしてね、すごい褒めてもらいました。先生からもね、よう頑張ったねって言われたしね、診察前の LTFU 外来のね看護師さんからもね、今回すごいですねってね、もう嬉しいことをいただきました。でもね、これはね、よう考えたら11月のね検査に増えてたものが10月にやった検査の数値まで下がっただけで、増えてた分が元に戻っただけなんで、元に戻ったけど、まあ一応ね10月の検査での数値よりはまあ少しは下がったので、まあ、それなりに喜ばしいことなんですけども、11月の検査までにね爆食いしてなければ、今回ももっともっとこう下がってたことを考えられますので、あの頃にストレスにね負けずに爆食いしてなければね、今頃はもっとね数値が下がってたと思います。と言ってもまあその10月の頃よりも下がってるんで、結果的にはいいんですけども、まあそれには実はねまた上がってしまうのでね気をつけます。でほんでね、この11月の検査までと11月の検査が終わってからの今回までにね、何をやめたかと言いますとですね、ゆで卵なんですけども、まあそれ以外にもね甘いものと言ってましたけどもね、それは実はですねチョコレートなんですよ。チョコレートがね止まりませんでしたね。もうね、あまりにもストレスでね、我慢できなくね、もう一口食べてみたらね、止まらなくなってね、それからね、こう毎日毎日ね、子供がいない時間帯にですね、あのお菓子箱からね、子供のお菓子箱からですよ、毎日一つ以上ね、まあ、高放送になってるアポロあるじゃないですか。あれを食べてね、まあ、満足してたんです。これがあかんかったんですね。まあ、高放送やからね、少量やし、2個ぐらい食べてもね、別にいいやろうとね、あんまり考えだったんですわ。
でも毎日は飽きませんわね、ほんまにね。でもあのね、いちごの味のチョコレートってね、ちょっと甘さを感じた時にはね、ちょうどいいじゃないですか。まあ高級なね、ゴディバとかリンツとかあるでしょ。ああいうのはね、一粒ですごい濃厚なんですけども、それだけではね、満足できなくて、もっともっと食べたいと思ったらね、あのアポロはね、手軽でしょ。さすがにね、反省しましたね。でもそれをやめただけでね、結果が良好になったので、この頑張りを忘れずにね、これからも頑張ってね、あの次回の検査でもね、いい結果を残します。そしてね、白血病細胞の数をね、検査するね、WT1 という項目なんですけどね、これも基準値以下だったので良かったです。これはね、ちゃんとね、骨髄移植の効果が正常に作用しているということなのでね、順調なんです。ほんでね、以前のね、動画でもね、WT1 の検査をするとね、診察治療がね、すごい高くなると言ってましたけどね、このことをね、採血室のね、採血員さんにね、こう、採血してもらいながら聞いたんですよ。で、これはね、PCR 法という検査方法を使って、検査するとね、まあ以前の動画でもね、お話ししてます通りなんですけどもね、この検査方法っていうのがその外部に検査を依頼するものなので、その費用がかかるらしいんですよ。まあ、特別な検査なのでね、病院ではこの装置がないのでね、どう頑張ってもできないみたいなんですよ。だから今まではね、その1ヶ月半で通院やったんで、まあ、2回に1回の WT1 検査やったんですけども、今回はね、2ヶ月空くことになるので、こう毎回ね、されることになりました。だから通院する回数が減ったのは事実なんですけども、毎回診察料が高くなるのでね、辛いですけども、まあ、体のことを思えばね、仕方ないですよね。まあそんな感じでね、今回の内科ではですね、免疫抑制剤はそのままで、 LDL コレステロール、中性脂肪、総コレステロールの数値は正常に戻ったという結果でございました。今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。